広背筋の抵抗に打ち勝って腕を上げさせるには右手だけじゃ無理なんで、こいつだ、こいつで蹴ると、まあ、蹴りながらで今どう見ても腰へこんだろ、この腰をキュッと反り出せば、そしたらこう床を蹴る力と尻を収縮させる力で、まあ、すごくに強い筋肉で腰をあんま体が動いてないし、あ、それとさ、肘ってもう動きようがないんだよね。で、右足ももう動きようがなかったから、こういう動きってできないの。だから右肘、右足固定して、固定、こう右肘とに右のつま先を固定したままでも腰をここまで持ってきたわけだな。ここまで持ってくれば脇あった。だからその時頭を近づけちゃダメなんだよね。分かる。これ、まあよくあるよね、こういうことは。こうすると頭近づきましたけど、それが何かみたいな。だと脇あがない。今やるのは腰を近づけることだから、ここは出るべきだ。そして出たら首しつかんで、こんな感じで開ければなんか開きそうな気がしよう。わかります、はい、まあ、そうだ。そう、具体、個別に喋ればこういう、すごいもう細かい話になるわけね。そこ取れたってすぐですよ。引っ掴んで、詰まった。こうさして。で、今、前に出ようとしてるから、俺の肘だけ天井に近づけな。うん、で、そう俺が勝てないだろ。これもね、足の力使うんですよ。そう、できる。このきっかけっていうか、いや、違う。多分、腰ごと浮か、全部浮かしていいから、浮かしながらだぜ。おぉ、浮いたろ、はい、そこでこの手止めて、腰だけ床に近づけな。ほら、で、入れな。ねじ込んで、そう。で、さらに、そっからさっき言ったやつ、体反らしてあげな。そうそう、行くだろ。行ったら、これもう、フレームなら、まあ、腰と、うん、左手でなんとか首つかんで、首すくって、そのままでいい、うん、そして、あ、こんにちは。で、その腰、右足でもう右肩を押しながら、下向きな、ほら、できた、あ、すごいね、確かにこういう風にするんですよ。